庭菜園ライフ。こんにちは、桑野農園の桑野です。私のところでは寒玉系の大きいキャベツを作ってます。今日はですね、皆さんに種まきのポイントを少しご紹介したいと思います。桑野農園ではキャベツの種まきは7月の初旬から9月の初旬にかけて数回に分けて行っています。地域がいろいろあるので、その地域に合った品種のキャベツを選んで植えられたらいいかなと思います。種から育てるメリットなんですけれど、安いっていうことがあります。あとですね、なんか種から育てると難しいかなって思われてる方もいるかもしれないんですけれど、いくつかポイントがあって、そのポイントが抑えられると上手に育てられると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。ではポイント1つ目、発芽を揃える。キャベツの種を冷蔵庫の中に一晩から二晩入れておくと綺麗に発芽が揃ってきます。凍らなければですね、冷蔵庫の野菜室ありますね、野菜室の凍りにくいところに置いておくと、今年種が余っちゃったとしても来年も使うことができますので、ぜひ冷蔵庫の中に一度入れてみてください。キャベツを冷蔵庫に入れるとですね、発芽が一斉に揃うんですね。とても管理がしやすいです。この種はまだかな、この種はもう早く出て双葉が出て本葉が出たなっていうようなことがなく、だいたい生え揃いますので、冷蔵庫に入れてみてください。2つ目のポイントは、種をまく土なんですけど、ぎゅうぎゅうに詰めないってことですね。ぎゅうぎゅうに詰めると根が張りにくくなってしまうので、今からですね、どれぐらいの硬さがいいのかっていうのをちょっと実演してみたいと思います。でもパラパラとちょっと崩れるような感じの土を使っています。これを今からポットに入れてみます。ザクッと握ってふわっとかぶせて一度鳴らします。このまんまの状態ではなく少し押さえます。水をかけた時に水がたまるぐらい優しく押さえます。もうこれぐらいで大丈夫です。こんな感じです。少しここに水がたまるような状態になるぐらいにしてください。例えば今押さえた上に、いやまだまだ生えるよね、まだまだ生えるよね、これはもうダメです、これ以上押さえられない、こうなるとちょっとこれは詰めすぎなので、こうならないようにふわっと入れた後にちょっとだけ押さえてあげてください。根がきちんと張るような感じになります。じゃあ3つ目のポイントです。3つ目のポイント、いよいよ種をまきます。種はですね、深くまきすぎないことが大事です。なぜかというと、キャベツはとても光を好む野菜なので、種を深く植えすぎるとですね、なかなか芽が出てきません。なのでちょっと浅め、約5ミリぐらい穴をほがしたところに1粒ずつ丁寧にまいていきましょう。土を入れたポット、そしてこれ上からかぶせるバーミキューライトです。そして最後にキャベツの種です。これは色がついてますけれど、普通に茶色いやつもあったり黒いやつもあったり、いろいろです。ピンクがあったりもします。ホームセンターで買った種です。で、上にかぶせる土は、普通のこの土でもいいんですけれど、バーミキューライトの方が軽くてですね、光を通しやすいので、こういう風な、バーミキューライト使います。バーミキューライトも大きさがいろいろあるんですけれど、まあ、パラッとかけるので、そんなに大きさにあまりこだわらなくても大丈夫です。この黒いところ5ミリです。後で間引きをすることを考えて3等分ぐらいのところに穴をほがしていきます。この印より深くなると深くなりすぎるので、この5ミリのところ目安にしてください。種を1粒ずつこの中に落としていってあげます。ホームセンターで買われるのはちょっと発芽率が悪いかもしれないので、3粒まいて元気なのは後で残して、他のは間引いてしまってください。この上から先ほどのバーミキューライトを軽くふわっとかけてあげるだけで大丈夫です。4つ目のポイントです。4つ目のポイントは水やりです。種をまいたポットに水をかけていくんですけれど、真上からかけます。横からかけるとさっき種をまいたやつが流れていって片方にね寄ったりするので、真上から水をかけてあげます。そして水をかける量、この穴から下の穴から水が
出てくるぐらいしっかりとかけます。かけた後は濡れた新聞紙などを上に引いて、そのまま3日間ぐらい触らずに置いておいてください。そうすると3日目ぐらいになると、ポッと小さい芽が出てきたり、土が盛り上がってきます。なので3日間は水やりをする必要はありません。畝の方に直接種をまかれる場合は、毎日水をやって常に土が湿ってる状態にしてあげてください。特に夏場、土がカラカラになると、一度芽が出始めたり根っこが出始めた種が乾いて乾燥して枯れてしまいます。なのでそうならないためにも常に湿った状態を保つようにしてください。5つ目のポイントは、種をまいて水をかけたポットに直接直射日光を当てないことが大事です。苗がですね、出てくる前に枯れてしまったりすることがあるので、なるだけ日陰に置いてあげてください。そのためにはですね、濡れた新聞紙を上からかぶせると乾きにくかったり、直射日光が当たるのを防ぐことができるので、おすすめしております。発芽した後もですね、双葉が出てきて緑色になるまでは直射日光はなるだけ避けた方がいいと思います。畝に直接種をまいた場合、パオパオなどの不織布を上からかぶせておく方がいいです。なぜならですね、今の季節ゲリラ豪雨がありますね。雨で種が流れていったりしてしまうことがあるので、それを防ぐためにパオパオなどを上からかぶせるといいと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。和の農園で検索していただくとですね、出てくると思います。よかったら検索をかけてみてください。キャベツはですね、単体で買うととっても高いんですけれど、ネット通販の方でお米やいちごジャムなどと一緒に買っていただくことができるので、ぜひ時期になったらご注文よろしくお願いいたします。この動画が面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあまたねー。